ということで、ジェルです。まず最初に、この1週間みんなを不安にさせてしまって本当に申し訳ないです。本当にごめんなさい。みんなにね、変わらず楽しいを届けようっていうことでコラボをしてね、頑張ってたけど、まあ、今回の件で改めて自分の気持ちを話そうと思います。綺麗事は言いません。正直寂しいです。悲しいです。一緒に頑張ってきたからナナジルでたくさんストプリとしてもナナジルとしてもたくさん思い出作ったから、本当にいろんな感情が自分の中にあってまだ消化しきれてない部分はあります。きっとみんなも同じだと思う。でもここでもう辛いと苦しいと思って気持ちが切れて足を止めてしまったら、みんなはリスナーさんのみんなはそれこそもっと辛い思いをしてしまうことになる。だから今俺たちがみんなのためにすることはただ頑張るしかないと思ってます。いろんな感情がある中でもただ頑張る、それが今俺たちの一番するべきことだと、みんなのためにやるべきことだと思ってます。みんなが悲しい思いをしたらそれ以上に楽しいを届けるし、みんなが不安な思いをしたらそれ以上にみんなに笑顔を届けたいと思ってます。動画に配信に、そして今大変な中だけど、もう武道館ライブ東京ドームもいろんな準備をしていて、難しいことも新しく5人になって変わることもたくさんある中で、めちゃくちゃ大変なこともあるけど今たくさん準備を頑張ってます。みんなのために不安な思いやいろんな辛い思いをしてるみんなのためにも、そして俺たちストプリのためにも、絶対にこのライブは成功させたいと、成功させます。みんな不安だと思うけど、これから活動でストプリはどんなことがあっても乗り越えられる最高のグループだなってみんなが言えるように、胸を張って言えるように頑張るしかないと思ってます。ストプリがすごいグループと証明しようと思います。だからみんないろんな感情があると思うけど、どうか俺たちを信じてついてきてほしいです。この期間みんなの声は本当にちゃんと届いてたよ。リプとかツイートたくさん見て、ね、配信のコメントとかでもいたし、本当に心配かけてごめんね。本当にいつもありがとう、支えられてます。今度はね、あの辛い思いをしたみんなを俺たちが支えようと思うので、これからもよろしくお願いします。頑張るしかない。ありがとうございました。ありがとう、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 頑張ろう、ありがとう、頑張ろう、しかない、ジェル頑張ろう、やろう、頑張ろう、頑張ろう、みんなと俺たちもいる、頑張ろう、やろう、やろう、やろう。